みんながいじめるよ。胸に手を当てて日頃の行いを考えてみる良い機会ですよ。じゃなくて、誰かがいつの間にかゲームマスターに勝手になっちゃったみたいで、わらわをいじめるシナリオに書き換えちゃったみたいなんだよ。なんですって？あなたの大切なゲーム版でしょうが。手伝いますから早く取り返しなさい。最高の力で有頂天にし、絶頂から奈落に突き落とす。悪くないぞ。まだいたんですか？もう先代様の出る幕じゃないんです。今宵は我らのためによく集まってくれた存分に楽しもうではないか。ベアトリーチェのものよ。ザ・ファーストムーブメント、ブリッツ。これはどっちにね、かもねやっててみろよ。はっ、どっちにね、かもねが。やってくれたわ、よけてみれば。なんてな、これはどっちにね、かもね。キャンドルルお遊戯の時間はおしまいです。キーの石も探検です。逃がしますどう。なんですって。楽しかったですよ。チェックメイト。逃がしません。置いておきます。逃がしません。鏡を今です。ウィンズ。君を強敵と認めるよ。ブリッツ。キャンドル。いい攻撃だ。お遊戯の時間はおしまいですよ。その手は想定済みだ。私の手番は終わりません。この手はどうです。さあ行きましょう。今日の真相よ。逃がします。どうです。何もの言わせてくれるの。ほれほれ、おやつ様の気まぐれにも困ったものですね。好きな数を言え。殺す、生き返す、殺す、好きなだけ繰り返してやろうぞ。ベアト、あなたは命の大切さをいつになったら学ぶのですか？そなたに暴けるほど我が密室殺人甘くはない。すでにお前のトリックは見破ってる。俺は絶対にお前を打ち破る。行くぜ。セカンドムーブメント。おっと、ブルッツ。どうしたらいいの。お遊戯の時間はおしまいですよ。私の手番は終わりませんよ。チェックメイト。騙されるに。チェックメイト。騙されるに。チェックメイト。ファイヤー。さあ、さあ、ウィンズ。ドーラ、ドーラ、行くぜ。君は負けない。ジ・インテルメディオ、ブリッツ。これはドーラ、ドーラ、見せてみろよ。なるほど、これはドーラ、行くぜ。言わせてくれる。行くぜ。
ちゃみんなフォローするがいさ全体油断してにファイヤーキャッチファイヤー一中の真相よ三発いくに一中の真相よファイヤー一生の真相よ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 逃がしませんファイヤー行きますよ上から探検です一生ぐらいで逃がしないで探検です。問題あり食材でこれはどこだ消えたわらわの人間特別だダメまだまだだやるではないかやるではないかこれアオロ一撃だくっしょーくっしょーくっしょーお遊戯の時間はおしまいですよ。私の手番は終わりませんよ。チェックメイトチェックメイト。あらウィンズ大丈夫ですかバトラー君。全てトリックで説明できるはずなんだ。なのにクソクソ少し視野が狭すぎます。発想をもう少し柔軟に。魔術師狩りのライトか。相手にとって不足なし。さあ行くぞ。大丈夫だ、誰の邪魔もしねえ。安心して休めよ。この二人は一体どこか。私はあなたのことをよく知ってます。ラムダデルタ教の手土産であるか。ザ・サードムーン行くぜ。ブリッツこれはどうだ。駆け上がった。行くぜ。行くぜ。違う。審議してやる。ダキャンドル。お遊戯の時間はおしまいです。この甘くそったらが。こんなことだ。チェックメイト。チェックメイト。そんなことが一生の真相よ。逃がしません。探検で綺麗に見せる。いいね。これはどういいね。こんなことしません。どうやら愚か者が一振り行くぞ。愚か者が愚か者が黄金の扉を開くのを伝統ルーパックチェックメイト。ウィンズ行くぜ。勝負はこれから。ジ・インテルメディア下がります。グリレス下がります。ルーパックということですね。どうです、私もまだまだ若いでしょ。女はいくつになっても女子なんだな。1017歳女子か。すごい。僭越ながら新しきゲームマスターよりあなたを攻撃せよと命令を受けています。その新しきゲームマスターとは誰です。ベアトはそれを譲った覚えはありませんよ。全くであるぞ。わらわのゲームで好き放題できるのはわらわだけの特権である。そのこれまでの好き放題分をきっちり思い知らせろとのご命令ですのであしからず。上等よ。わらわこそ普段の鬱憤
そなたらですっきりさせてもらうわ。今宵はわらわのためによく集まってくれた。存分に楽しもうではないか。ザ・フォース・ムーブメント。いくぜ。そーらよ、そーら。これはできない。わらわ一振りだ。そーらよ。ザ・メンタイム・キャンドル・ブルー。お遊戯の時間はおしまいだ。頼よかったですよ。チェックメイト。さすがまだ楽しかったですよ。チェックメイト。さすがまだ楽しかったですよ。チェックメイト。実証の真相よ。逃がします。置いておきます。逃がします。探検力大です。今です。逃がします。探検力大です。悪いね。これはできない。愚か者が消えたれよ。それ愚か者が黄金の扉を開こうぜよ。刀剣の戦闘グーパッチェックメイト。ウィンズ行くぜ。もっと攻めた方がよろしいですか。インテルメディオブリッツグーパッチ。これはどうだ。行くぜ。目にもの言わせてくれる。行くぜ。そうだよ。ザクメントをたどりやんだる。この日はどうだ。引きます引きます。恐ろしい。最後行きます。お遊戯の時間はおしまいです。頼みよかったですよ。チェックメイト。一生の真相よ。楽しかったですよ。チェックメイト。さすがまだ楽しかったですよ。チェックメイト。いかにやり置いておきます。逃がします。どうです。ほっ。て。鏡を掃除します。いいね。これはぜ。ほーら。行くぜ。これはぜ。ほーら。これはぜ。ほーら。ほれ。残念でした。行くぜ。そうだよ。ザクメンタイム。キャンドル。お遊戯の時間はおしまいです。この日はどうです。行きます。行きます。悪くないよ。最後。行きます。楽しかったですよ。チェックメイト。さすがまだ。チェックメイト。ウィンズ、紅茶を入れてもらいましょうか。さあ、チャキチャキ白状なさい。新しきゲームマスターとは誰です？当然、それを申し上げるわけには参りません。少しでも嫌がらせをしろとのご命令ですので申し訳ありません。ベアトに恨みを持つ者の仕業ですね。心当たりはありませんか？星の数ほどで見当もつかぬわ。わらわを殴るだと？ならばわらわは引き裂いてくれようぞ。お前が母さんを殺したのか。許さねえ。私の拳受けてみろよ。今宵はわらわのためによく集まってくれた。存分に楽しもうではないか。行くぜ行くぜ。ブリッジ。これはできない。インテルメディオブリッツ。そうだよ。ザクメンタイムキャンドル。お遊戯の時間はおしまいです。この日はどうです。だがキャンドル置いておきます。やりますよ。チェックメイト。必死は真相よ。逃がしましょう。ほーれ。そこだ。消えたれよ。そうだよ。愚か者が黄金の扉を開け。どうぞ。
の時間はおしまいです。広がってもこの子はどうだ。最後に楽しかったですね。チェックメイト。やりますね。告発します。あなたが犯人だ。上からですよ。チェックメイト。魔女の闇を遊んだ報いです。今回は見逃してあげましょう。さあ、あなたのあるべきところに戻りなさい。とどめを刺さないつもりですか。その甘さ、きっと後悔させます。夏日もわらわに銃で逆らい、そして散った。お前も後を追うがよい。来ないで。あなたのあんな姿、もう二度と見たくないの。マリア、早く。隠れてて。そのマリアの隙間、わらわが埋めてやろうぞ。ザ・シックスムーブメント、ブリッツ。これはザ・オーラ。これはザ・オーラ。一振り軽率だ。そうだ、逃がせない。行け。マシルス、ドキャンセル。お遊戯の時間はおしまいですよ。飛んでるの。最後、ふざけないで。チェックメイト。ふざけないで。楽しかったですよ。チェックメイト。ふざけないで。一生のシャンス。一生の真相よ。一生の真相よ。逃がしませんよ。食材で二千円。上からですよ。朝じゃないの。食材で二千円。いいね。チェックメイト。ウィンズ、行くぜ。スーラ、スーラ、行くぜ。スーラ、スーラ、スーラ。ジ・インテルメイト。待ちなさい。ブリッツ、スーラ、行け。スインコブリネ、動いてなさい、動いてなさい。行け。行くぜ。スーラガイ、行くぜ。行くぜ。スーラガイ、行くぜ。スーラガイ、行くぜ。お遊戯の時間はおしまいです。置いておきます。楽しみですよ。チェックメイト。なんでしょう。楽しみですよ。ウィンズ、なゲームだったでしょうか。あらあら、甘いものばかり食べているとお肌にも良くないですよ。聞く、どうして最近ニキビに困ってるの知ってんのよ。うすうすは気づいていたが、やはりそなたであったか。ええ、そうよ。お兄ちゃんと楽しそうに遊んでばかりいるあんたからゲーム版を乗っ取るなんて簡単なことだったわ。遊んでるわけではありません。これはベアトとバトラ君の大切な戦いなのです。まあ、ぶっちゃけ遊んでるだけであるがな。そなたの兄と遊ぶのは楽しいぞ。でも、そなたには返さん。指をくわえて見ておれ。どうしてベアトはこういうタイミングで意味なく挑発するんですか。エンジさんも落ち着いて。ああ、もうイラつく、ムカつく。行くわよ、煉獄の七姉妹。やっぱり魔女をぶちのめすのは私の役割だわ。
のために4回集まってくれた黄金の魔女、存分に楽しもうではないか。ザ・ファイナルムーブメント、ブリッツ。これはザ・オーラ・オーラ・オーベルベル、そんなさいな、フッソー、これはザ・オーラ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 ・一振りだ、行くぜ。これはザ・オーラ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 ・オ
返してなんてあげません。バトラは永久にわらわのガングですから。綺麗にまとめて引き下がろうとしたのに、悔しい。ベアト、あなたはどうしてこう空気が読めないのですか。久しぶりに少し弟子を再教育する必要がありそうですね。よせよ、お師匠様。かわいい顔が台無しだぜ。ごめんなさい。バトラはガングじゃないです。ライバルです。無理。やめて、それ。サバは無理。大きすぎー。